LG Electronics LG Optimus L-06-C テンプレートノートウィキプロジェクトドコモスマートフォンオプティマスパッド L-06-C あとのドコモタブレットオプティマスパッド L-06-C は LG Electronics によって開発された NTT ドコモの第三世代移動通信システムのタブレット型端末であるドコモスマートフォンの一つとして発売され 2011年9月以降はドコモタブレットに分類されている。本製品は日本では初のタブレット型端末用として最適化された Android 3.0が搭載された端末となる。なお2011年8月10日のアップデートで Android 3.1アップグレードされる。通話機能はついていないためデータ通信専用となり、基本的には NTT ドコモの定額データプランなどと、 組み合わせて利用することとなる。通信機能としては、フォーマハイスピード HSDPA 7 2ガ b p s ハサプ5 7ガ b p s と高速通信に対応するほか、Wi-Fi 機能としては、i e e 8 0 2 1 1 b ット GN に対応し、Bluetooth はバージョン 3.0HS に対応する。液晶パネルは128768。 ドット表示に対応し、8.9型の大型 IPS 液晶を採用している。さらに画面はフルタッチ対応の静電式のディスプレイとなっており、直感的な操作が可能なほか、ソフトウェアキーボードはその大画面を活かし、10本指でタイピングすることも可能となる。NTT ドコモが発売するスマートフォンとしては、初の Wi-Fi、テザリングに対応となり、PSP や Nintendo DS、パソコン、PDA などを最大で8台まで同時接続が可能となる。Wi-Fi テザリングは SP モードに接続した場合のみ対応する。画面が大型化したとはいえ、OS に Android 3.0を採用しており、その大画面に最適化されたインターフェースとなっており、地画面に多くのアイコンやウィジェットを配置できる。また Android マーケットのアプリケーション。 gmail や youtube、googlemaps、navi といった google の基本機能や sp モードメールなども利用できる。メインカメラは2つ搭載されており 3D 写真を撮影することが可能となっている。ただし本端末の液晶自体は 3D には対応しない。しかし HDMI ミニプラグに対応した HDMI ケーブルを 3D 対応テレビなどに接続し、 3D 動画を再生させることなどが可能となっている。また19、1920-1080ドットのフルハイビジョン動画を撮影することも可能となる。CPU においては、NVIDIA の 1GHz デュアルコア CPU である Tegra-2 が採用されている。バッテリーは 6400mAh と大型で、長時間の駆動が可能となる。USB ホスト機能に対応しているため、 本体に USB マウスや USB キーボードを差し込み、パソコンのように利用することが可能となる。本体側面と本体下部にスピーカーが搭載されており、ステレオでの音楽の再生が可能となる。2011年8月10日より L-06C の OS のメジャーアップデートが実施され、AndroidOS が3.1にアップグレードされた。これにより、以下の機能が強化される。 また Adobe Flash Player 10.3など以下のアプリケーションが追加される。ブラウザでは Flash Player 10.2が利用可能なほか、メールでは Gmail、SP モードメール、通常のプロバイダーメールが利用可能となっている。SP モードメールは2011年4月27日から使用可能となっている。メールでは大画面を活かし2ペイン表示となっており、 左側に受信メールのリストを表示しながら、右側でメール本文を表示する。3.0になったとはいえ、Android OS 用のアプリケーションマーケットである。Android マーケットがそのまま利用可能であり、20万を超えるアプリケーションの中から自由にアプリケーションをインストールできる。その他に、NTT ドコモが提供するドコモマーケットからもアプリケーションをダウンロードができる。 日本円対応のアプリケーションでは、携帯電話料金課金に対応しているものもある。またフラッシュを使ったアプリケーションや電子書籍なども、利用可能となっている。今まで、i モードで多く利用されていた、ビートブといった、ドコモ動画や、ニダファクト、E、エブリスタといった、電子書籍アプリもプリインストールされている。また Gmail や YouTube、Google トーク、Google マップスといった、 アンドロイド特有のアプリケーションも、アンドロイド3.0に合わせた、大画面仕様のインターフェースとなっている。Optimus Pad L-06C のバージョンアップ情報お客様サポート NTT ドコモ2011年4月22日、Optimus Pad L-06C の SP モードメールアプリを2011年4月27日より提供開始いたします。ありがとうございます。